日本は先進国の中でも最も高度な知恵、科学技術が進んでるんですね。人類がこの限られた地球という惑星で生き続けるためには、地球温暖化、生物多様性の減少などこういう問題を解決しないといけないんですけども、日本ならではの科学技術による知恵というのがたくさんあるんですね。例えばもし今日本で使っている環境に優しい電化製品、車や鉄道が世界に普及すればですね、二酸化炭素の排出量が激減することが分かっているんですね。そういう意味で世界の人たちと一緒に未来の地球づくりをしたいと思いますね。また日本の科学技術には毎日の生活を豊かで便利に暮らすための工夫もたくさんあるんですね。その大元というのは、日本社会が長い時間かけて育んできた他人を思いやる心と関係があると思います。それが科学技術と結びついて、例えばこれからの高齢化社会に対応するロボット、そして安全で安心な乗り物や情報化社会づくりに反映しているんですね。かつて日本文化だったアニメ、カラオケの楽しみ、それからビジネスでの名刺交換、お寿司とか刺身の新鮮な食事、環境衛生のためのおしぼりなどなどが当たり前のように現在世界中の文化になっていますよね。これらは全て日本が進めてきた科学技術と関係があるんですね。これから世界中の子どもたちが大人になった時に当たり前のように普及している、今は日本だけにある新しい知恵をいち早くジャパンハウスで楽しんでほしいなと思いますね。